は幼稚園ぐらいからずっとやってたので、結構ばっかりでした。中学生とかまでは勉強しなくてもいいなと思ったら、ただうちは割と好きなことには寛容なタイプだったので、今じゃなくてゲームやるのをやめなさいって言われたりとかっていうのは全くなかったので、そこはすごく恵まれてる環境だなって普段から割と思ってます。本当にやらない日もあるんですけど、だいたいやるとしたら 5,6 時間ぐらいやっていて、でその動画を撮ったりだとかっていう時間も含めると一日中ゲームしかしてないです。すごい信念を持って本当にゲームが好きで、将来やりたいことがしっかりと決まっているのであれば、すごく多分最高の環境なので、そこは有効活用していけばいいなと思います。メーカーさんから認可を得てるっていうのがすごく強くて、本当に在籍してたことがある意味功績になるんじゃないかなと私は思うので、先生方もすごくいい方だし、ぜひ興味があればたまに多分私たちも来るのでまた正直一人でやってても限界ってあって、やっぱその個人練習が意味がないわけじゃなくて、ただやっぱりその他の人がいる環境にないと自分が今どのレベルにいるかわからない、自分が今何が足りないのかわからない、やっぱ主観だけじゃわかんなくて、で他の人の動きを見て自分にはない動きだなとか、自分とは違う考えがあるんだなっていうことをまずは考えに自分でダメだと思うんですよ、何事もなんですけど、強い人と一緒にゲームをしてある意味人のネタを盗むことも大事だし、自分より知識が浅い人に自分の知識を出して自分の考えを整理するっていうことができるのが多分一番素晴らしい環境なんですよね、ゲーマーとしては。なので、なんだろう、一人でゲームしてるぐらいなら切磋琢磨し合える環境の方がいいんじゃないかなと、やってみたいなっていう気持ちがすごくあります。やりたいことが決まってるならその人と同じことする必要ないと思って、それこそじゃあそれに特化したことを早くから始める分には全然むしろラッキーじゃないですか。それができるなら私は多分予約してるんだろうなと思いますね。ルネサンス高校。